どみです。みのりんです。やちゃんです。ひとちゃんです。あおみんです。よろしくお願いします。全員今日は今回はですね、はい、あおみんのことを一番知ってるのは誰？あおみん選手権です。知ってる。いやーこれは負ける気がしやんで。だって知ってるよ。いや知ってるよ。知らないでしょ。あおみんが自分のクイズを出して、はい、みんなで答えてポイントを稼ぐと。はい。オッケー。誰が優勝するのか必見です。かかってこいや。頑張ろう。優勝しても何もない。優勝したらアーミーなんかちょうだいね。アーミーにじゃご飯おごってもらう。みんなオッケー。ではアーミー選手権第1問。ででん。私の身長は、わーむずい。やばい、わかんない。いやこれはでも全然ググれば出ますから。意外な質問だよ。意外とメンバーはねこれ忘れてるんじゃないかなと思って俺最初からねこれ全員あってほしいよ。全員正解いこうじゃん。頑張れ。正解狙って。あんまり見てもわかんないからね。むずいむずい。大きな人なんかつくちゃんからブン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 と出しちゃおうよ。はい。てれんてれん。じゃん。153。いやー違う。今が言ったわけわかんやろ。絶対今元のに戻しました。元の。はい。きよちゃんの登場。ででん。158。いこう。153なんで私も大きいはずだから。そう、私も 153.5 なんです。ぐらいかな。正解は ほらね、みのりよりちょっと低いぐらいだと思うけど、いつも。みのりとりなちゃんさ、ちょっと変わんないか。いやなんかでも私の中ではすごいビッグな存在だから大きく見える。そういうポイントだよ。ポイントか。あーいいね。ないかよ。やばいやばい。出ただけだよ。すごい。みなちゃんが正解です。1ポイント。第2問。今一番行きたいところは、おれ私一番行きたいところ。名前が分かんない。行きたそうなところは分かるけど名前が分かんない。あれだよ、本当行きたいところなだけであって別に趣味とかじゃないよ。え何？行きたい気持ち出してる。でもポケモンセンターとかそういう話だよね。ポケセンターって今何にも売ってるもんなくない？知るか。じゃあからオランダ。急に出たことあった。国を出た。オランダ行きたいってことある。怖いっすよ。韓国。なんか前にライブの控室の時に言ってた気がする。最近よく聞く気がします。やばい。そうなの。みなり韓国。おぉ。ではのぞみ、トイレ。どの発想からそうなってんや。確かにさっき行きたいって言ってたかもしれない。やばいや、全然違う。じゃん、実家。ああ。実家に帰りたいってよく言ってる。実家ね。はい。韓国。ちなみに。ちなみに、キヨちゃん感じ違う。こう真ん中。いや、真ん中。ここに口がないの。正解は、こちら。うわー、マジすごい。マジすごい。打ち合わせしました。6月ツアーで行ける。ぜひ皆さん長崎福岡遊びに来てください。第3問。はい、はい、今ハマっているゲームは、知らないですよ。これ絶対当たらないよ。みんな当たらないやつなの。キャラクターとかじゃダメなんですか？あ、じゃあアニメの名前とか、まあ、それにじゃあかすれば OK です。ゲームっていうのはスマホゲーム。スマホにしましょう。じゃあ何やろ、全く分からん。やっててもみんな興味がないから何やってるの。興味持って。何のためのこのキャッチャー。確かに。じゃあから、はい、それ。いやー、ダメダメダメ。サマナーウォーズみたいなやつでしょ。サマナーズウォー、サマナーズウォー。そう、それ次。それじゃないんじゃないの。はい、サマナーウォー。サマナーウォー、名前が分かんなかった。サマナーウォー、字で書く書いてって言われてた。サマナーウォー、ちっちゃいですか。サバナモン。サバナモンみたいな名前。ポケモン。これはわかんない。次、サバナ。ふにゃふにゃやね。わかんない。ポケモン。
ポケモン GO の方ね、うん、ポケモン GO 次、はい、サマナー GO いね、サマナー GO、なんでこれじゃないやでもやらかったな。ちなみにこの辺に隠したやつはですね、モーハンですね。違う、もう自分の答えは、はい、イエーイ、これだから。だってサマナーズボーだって持ってる。いやいやいや違うから。ダメだって。違うから、ね。ちなみにコンコンだけでしょ。でも正解。これいいですよ。サマナーってなんで。サマナーって言うの。サマナーを略してサマナーっていう。サマナーっぽい。第4問。じゃん。私の初キスはいつでしょう。そんなん出してるんですか。どうですか。いいんですか。いいんですか。いいんじゃないですか。もう終わってるんですか。キスは終わってますね。あ、もう終わってるんですか。キスは終わってますね。キス終わってた、なんだっけ前聞いたな。え、誰っていうか、どんな人みたいな、誰っていうか、名前当てるの。ピンポン、太郎、太郎、たかしくん、たかしくん、かずきくんとか、そういう話じゃなくて、あ、名前当てる、名前当てないよ。え、いや、これはね、前絶対なんだよ。しかも、ね、家の前って言ってた気がするんだよ。あ、言ってた。そう、しゃべちゃんにも動画上がってます、これは言ってる。では、ゆたちゃんから。トラン18、ゆーちゃん中学2年、みどり15歳。うわ、おっぱいの子だよ。シャーク、え、お中3、お、うーん、15歳、お、一緒。これって中3と、そうなんだって、15はさ、中3、高1、高1かなって思った。高1の15、15歳。15歳、もうぴったし、そこまで。あ、正解は16歳。あー、1位。誰もいない、みどり正解じゃない。あ、違うわ。高1って言ってたの。一番近い。これみどりなんでって5ポイントする。1ポイントちょうだいよ。1ポイントはきついな。チュースする。いや、だってこれ動画で言ってるもん。みんなで喋ったから。うわぁ、言ってるわけです。うわぁ、全然言ってたのに。 0.5? 0.5 ね、全員外してる。じゃあ、ラストの問題。はい、今日のパンツは何でしょう。何でしょうってどういうこと。色と形、色と形、どっちも、どっちも正解で5万点です。うわ、最近下着買った。こと、ハワイのこと。ちなみにブラジャーとパンツ、今日はセットですか。あ、それは知りたい。セットではないです。ああ、じゃちゃんから回答どうぞ。はい、今日から買おう。素晴らしいですね。じゃあ、キヨちゃん。はい、安全な形のくすんだオレンジ。なんでそこ行ったの。安全な形はフルバックでいい。あ、そうですね。ハワイで買ったんだったら、赤色のティーバッグ。マジで、買った買った。マジで買った買った。履いてるか、着られてるんじゃない。履いてる。あ、ノーパン。リエちゃん。じゃん、ダサいグレーのコッパーのやつ。コキヨスイね。白の花柄、かわいい。白の形、フルバックで。はい、今日、あ、見てよ。カメラで見せてください。じゃあ正解見ますか。てか私が見たらいいんじゃない。こんなこと。そうなの。どうやって見るんだ。履きづらいです。どういう光景なのこれ。確かに。寝る気してる。人の顔見るのやだ。だけど見えないようにしてよ。なんとか入って。これ A 大丈夫ですか。本当に。A が大丈夫ですか。そういう。ああ。いる。いるかな。え。はい。これは正解は二十何歳はあんまりいない。キュッ。スワオヒロのティーバッグです。お、でもティーバッグ、あ、ティーバッグなんだそれ。ティーバッグです。あ、後ろバッグだって確認してる。ティーバッグ。グレーも近いよ。でもダサめって書いてある。ティーバッグじゃない。でもダサめって意味では合ってるよ多分。どういうことやねん。この企画なんやねん。失礼。誰5万点もらえる人。1点ダサめにあげよう。やった。ダサめにあげよう。緑だね。緑だね。ティーバッグっていうのが合ってるしね。あ、じゃあ私は履いてるわお前。履いてるよ。いやいや、履いてる。みんなティーバッグ履いてるやろ。
てかさ、フルバックっていうワードが出た。ティーバックはフルバック。優勝は一番多いのは2.5。欲しい3。ゼロ。ゼロ。お前ら何にも勝てない。トロちゃんはわかるけど、ヒトちゃんよ。一緒に一番いること多かった。多いよ。チャージ見てないんだよ。じゃあ優勝はリナちゃんですね。イエーイ。